このチャンネル見てファンになり、今日、広島から美味しい来ました。うっ！まさかの登板で感動しました。ほらほら、こういう方がね、はい、増えて、もう西武ドームがね、埋まればいいんすよ。はい。西武ドーム埋まれ、マジで。そういう方がね、増えて、はい。くれるようにね、俺は配信頑張る。ホテルはみんな一人部屋？そうですよ、さすがに。初見でセリーグ球団のファンですが、平選手の配信見に来たら、ベルナドーム行ってみたかったので、いつか席埋めます。ありがとうございます。そういう人がね、マジで増えてほしい。味方にエラーされたらどう気持ち保つ？別に、なんとも思わないですよ、僕は。ただその人の、エラーした人の、成績が下がるだけなんで、僕はなんとも思わないです。なんで今年の西武ピッチャー陣成績の、なんだろうね、2、3年ちょっとみんな経験して、なんか使ったんじゃないですか、それぞれ。2、3年一軍で投げて、掴んだものがあるんじゃないですか。で、それがちょうどみんな、はい、重なったというか、うまい具合に。そう思います。カットで粘るバッターは嫌ですか？あんまり、中継ぎやってたらあんまり嫌じゃないけど、先発してたら、ちょっと球数食うしだるいんだよ。怖さはないね、確実に。だってさ、1-0 とかでさ、やってる試合でさ、ホームラン狙いでスイングしてくる選手でさ、カットしてなんとか塁出ようっていう選手でさ、絶対スイングしてくる方が怖いから、俺はそっちの方が嫌だな。普段何にお金使いますか？なんだろうね。何に使ってるのかな？で、コンビニとかで結構使って、いやーコンビニでも使わんなー、なんだろう、あんま使わないんじゃないですか。登録者100万人いたら野球やめますか？やめないだろう、絶対。野球してやってるから価値があるんだろう。ちゃんと野球を伝えるっていうねことをしないといけないです、僕は。平選手ガッツポーズしないんですか？あ、僕しないっすね。なんでしないんだろう、なんでしないんだろうっていうか、あんまり感情、無感情で投げてます。無感情。ロボットです。僕はロボット。もしかしてゲームで野球の方が得意ですか？そりゃそうだろ。一応プロだよ。野球は。一応ね。ハム戦打たせてくれるように、賄賂流しておきます。1000円の賄賂は安いぞ。1000円の賄賂は安いぞ。上沢投手と伊藤選手、平選手から見てどのような投手ですか？どのような投手って言われてもな。いい投手ってしか言いようがないんだよ。普通に。お酒は飲まないって言ってましたが、乾杯するときなどは飲むんですか？いや、飲まない飲まない。ウーロン茶。ウーロン茶が、もう、俺の、主食じゃないけど、主飲です。移動中に英語の勉強は続けてますか？ YouTube 見るぐらいですね、今は。もうなんか本でやるのやめた。はい。ん？本でやるのはね、ちょっとやめてよ。ここでコメントを、ここでも読もう。二つでコメント読む。やばい、お茶こぼした。やばいやばいやばい。パソコンに噛んなくてよかった。危な。お茶こぼした。39試合無失点達成された時、どんな心境でしたか？嬉しかったよ、普通に。うん。でもね、今お茶こぼしてるから、それどころじゃないんだよね。ああ、マウスが。ああ、最悪だ。